はいどうもフレッチです。さあ今回ですね、ブレインズというゾンビストラテジーゲームをやっていこうと思います。さあタイトル画面からね、分かる通り、まあ、このゲームは1960年代のアメリカが舞台のゾンビゲームで、まあちょっとコメディ感めちゃくちゃ強いんですけど、まあ、ゾンビの群衆を操って感染者を増やしていく系のアクション要素もあるストラテジーゲームだね。一応日本語にも対応してまして、まあ、どんなゲームかがね、全くわからなかったんで、ちょっとやっていこうかなと。レビューもそこまでなかったんでね。で、エピソード123と。ブラッティランチョ、トラックストップエリア、ベイカーカーニバル。まあ、農場、トラックのストップエリアっていうのは、なんか工場的なことかな。と、まあ、遊園地かな、ベイカーカーニバル。っていうとこだね。3つか。まずはウィローズパークキャンプだね。ステージ1のエリア1みたいなことだね。スコアでしょうね。得点、ステージクリア率なのかな。で、合計時間。テレビすごい顔だね。はい、この字幕っぽいね。ノリガッチっぽいよ。Last night, strange things happened on the old farm. Let's take you live to our on-the-scene reporter. Any details, Sheriff? No, no. No, no comments. We have to make our proper investigation. We already have some leads in the last incident. Everything will be happiness. ああ、なるほど。再三飲んでるこれがゾンビの元なのかな。コントロールキー WSD。 こいつが主人公か。ゾンビ、ゾンビ A ね。右上に数が1ってなってるんで、こいつが一応司令官なのかな。この辺はないんですかね、情報が。殺されてますね。一時的に再生的な健康回復かなと、攻撃後押し、まあ、攻撃力アップかな、を得るためには緑の箱を集めてくださいとね。これゾンビ豚めちゃくちゃだと。で、君大丈夫。ああ、これ、これの音、システムのね、翻訳が微妙な割に会話の翻訳はレベル高いな。仲間か、仲間を見つける。おい、何がそんなに怖いと。すごいね、仲間だろ。昨日のロールはめっちゃ最高だった。あれを殺せばいいんだよね。これからだって家に帰ればいい。あ、封鎖されてるから行けないんだ。食ってるね。さあ仲間見つけて。私たちの仲間は湖の近くにいるようだと。腐ったパーキング。バリケードを破壊する命令を出すには左クリック。こうか。一体ずつなんだね。私はここでいい。主人公は何もしないのかな。あ、食ってる食ってる。いいね、なんかこの
終末世界をゾンビ側から見てる人いいな。より良い HP より安全、より少ない HP より危険、臆病、盾がついてるから硬い、まあ、強いといった感じか。左クリックで攻撃を命令すると、こうじゃない、こうやって、で私も入るかマジで面白いじゃん。おっ、あ、攻撃する攻撃する、弱いな。体を食べると敵に感染して彼をゾンビに与えるチャンスがあると。あ、そっか、食うんか、これも食うの。マーク消えちゃったよね、あいつ回収しとこう。近づけば仲間になるみたいなん でもっと仲間見つける、だから増やしていきたいんだろうね。いけ、昨日は最高だったぜ。お、しかもエルビスとマリン会話が早い。ゾンビの呼び出しまたは命令をするには右クリックを使います。あ、呼ぶわけだね。仲間よし、行こうぜ。こうやって呼べるんだね。私のダーリンを誰か見なかった、いいんじゃないこの中に。ザ・クラピットジムのところで見た、田舎だからなんか情報が伝達するのかな。ブロケード、バリケードか、破壊するにはコントロールキーを使う。 S スペース、 S プラススペースを長押しする。あ、スペースで走んのか、なるほどね。左下のゲージだね。棺で回復、回復じゃないか、セーブか。誰も触らないで、あ、これアイテム、行こうか。お、銃持ってる銃持ってる、いけいけいけ、ウゴの終作戦だ主人公の立ち位置が明確じゃないからどうしようね。 S キーで突っ込んでみるか。ほら、いけいけいけ大丈夫、死なない、生きてるあ、キャラ変わった、死んだか。ゾンビが倒れた人間の上に浮かぶ、もうこのマークね、クリックすることによって健康、ゾンビが回復するってことか。回復したい、回復させて、あー、オッケー。じゃあちょっと司令官として立ち回ろう、死んじゃうね。いや、一応最初のキャラだったんでね、ちょっと悲しいね。保存か、だっけ、ダーリン探すんだっけ。こいつのダーリンってことでしょ。お、何人かのフリークを見た、ダーリンはまだここにいるかもしれない。お、やっぱキャラ変わったから必然だったんだよ。主人公遅いよな、やっぱ走る前提か。あ、ちょっと食べさせて、やっぱ自分で行かないといけないね。 W スペースでって、まあスペースがダッシュでしょ。フリーク、フリーク似合う。友達のダーリンのことを忘れないで、ちょ、いけ、後ろから食べれない。あ、仲間増えた、来い、加えてやろう。あいつか、フリーク、私は昨日酔っていた、今日までは酔いが抜けていない、あいつが殺そう、お前もだ。終わり、どうしようね。全員行け、全員。ああ、後ろから後ろから、まずいまずいまずい。フリーク立ち上がったぞ。
ストーカーの顔をクリックするか数字キーを押したら襲いかかる敵を選べる。あ、なるほどね。食べさせて。自分は食えないな。なんかあるんじゃないか。フェンスの後ろのやつにとどめを刺そう。終わりだ。こいつになりたいな。食べなくていいのそれ。お、ダーリンよ。ゾンビの、ね、感動の再会。めっちゃ増えたな。本物のパーティーの時間だと。どこに行けばいいんだ。戻ってきてるよね。下か。セーブポイントでポットを使う。あ、こっちだね。あったあった。セーブポイントで回収したやつか、さっきの。DNA ポイント集めましょう。アップグレード画面を開き、新しい能力を解除するためのプロンプト。プロンプトって何？まあそういうのが開けると。プロンプト。勇気ね。アップグレードエリア。速度かな。フリーク。フリークって何？特殊ゾンビのこと言うのか。食いしん坊、ジェスター、野蛮人、ストライカー、スライサー、グレイブディガー。何グレイブディガーって。感染度、確率上げる。これ、できなくない？このオブジェクトを見つける必要がありますってあるので、でこれに関してはポイントが足りないと。戻るか。こんないたっけ。30体くらいか。おらおら、やっちゃおうか。こっちも、あ、死にそう。あ、敵の大群だ。いけ。頑張れ。勝ったみたいですね。すげえ死んだな。ストーカーゾンビがね、ストーカーだよね。押さないと動かないみたいだね。だこう行くけど、こいつらは、押してしかも1体か。先陣切らせる感じかな。なら。これ。強いのか定かじゃないね。B なんだ。何がもって低いのか分かんない。感染者的の数が少なかったかな。ただ味方の死亡数は関係ないのかな。特に何も言われないね。まあもう一個いきますか。何かしら集めてアップグレードしていくと。お、まあ、展開をコメディに振り切ってて面白いですね。耳麗しい女性に会いに行くのかな。あなたの特別な誰かと友達に会う。今日行けてるな。使えるようになったんだ。 R で打つことができ、アドレナリンを活性化できると。ゾンビが活性化させていいもんなの。400、あ、ここに出てるね。4000だっけ。すげえ、ゾンビめっちゃ喋るね。やってしまえ。小瀬任せろ。
おお、大活躍。食べないの？自分でも食べ方が分かんないな。倒したやつは食うんだけどね。遅いって置いてくよ。それじゃあ一部のバリケードを壊すにはより多くのゾンビが必要。あー、ちょっと足んないか。あ、4になってる。あれ、あ、5か。7になった。あれ、集めないといけないか。7っていうのは自分を含めてかな。ゾンビが破壊や待機または何か他のことをしているとき、彼らの援護が必要だと。無防備だからってことかな。あ、ほんとだ。おお、待って待って。痛い痛い。死んだね。食べたいこいつ。でも左クリックで進軍で右クリックで回収だから、多分そういうのじゃないんだろうね。あれも仲間いんじゃん。これ何？壊せんの？あ、こうか。あー、そうだね、忘れてたね。突っ込めつか。あいつらは完全にフリークだぜ。ザックゾベンズが捕獲されて檻に閉じ込められてしまっていると。ゾンビが捕虜になってんの？何あいつ。いや、カブトではないんじゃないかな。これを持ってる敵は非常に危険ですと。ゾンビの大きい番号で、彼それらを攻撃してくれと。大きい番号って何？大人数ってことかな。下の子の難抜的なこと。言ってみろみんな。あれ強いな、烏合の衆作戦ね。助けに行くぞ。アーロー使うか。これどういう感じ。あ、クールダウン系なんだ。クールダウンだよね、5っていうのは。行け、走れ。よし、あ、間に合わなかった。感染率上げたいな。一回開こう。これを見つけないといけないんだよね。だからこの色がついてるやつはいけるんだよね。アドレナリンで4000いるけど。基本そんなすんのかな。お、手伝って。ねえねえ君、ダメか。何人か集まれば壊せるようになるんだね。何人かで壊すわけじゃないんだ。ねえ、あれ監修です。アラームが鳴っ、なんだ、まあ、鳴ってるやつは敵を引きつけると。避けるか。素早く敵を攻撃するにはコントロールキーを使う。なるほどね。あそこに、ね、突っ込めってことではないよね。何何。シュールだな。それか、5個集めたら即座に使えるんですかね。いいげ。よし、お、あ、銃持ってるぞ。待て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 。ビジスマを殺して鍵を見つける。あ、まず後ろから。突っ込め突っ込め。いや、待て待て、食ってる場合じゃない、食ってる場合じゃない。めちゃくちゃ減ったよ。
こいつ早いな。全速力で行って追いつけないんだけど。強そう。これやんの。いやでもあいつだけだ強いのは。いけ。よし。ゾンビが倒れた人間の上に浮かぶ、これをクリックすることによって、ああ、ヒントね。何回も何回もできてないからかな。湧いてこないな。3人。ビジネスマン狙いで行ってみるか。あいついるな。めっちゃ漏れてんね。こいつに3人で行けるか。死なないでくれ。よし。まあ、銃があるわけでもないし。あー、でも来ちゃうか。めっちゃ増えた、めっちゃ増えた。メタルギア的な湧いてくるのかな。 なると、いやー、負けちゃったね。あ、普通に、ん、あ、チェックポイントからか。へえ、なんだろう、めちゃくちゃ増えるわけじゃないんですね。確率言ったら、なんだろう、半分あるのかな。ちょっとこいつ試すか。殺しましたと。どう増えてる ?4 人なんですけど、食いましょう。こんな、まあこんだけで今3人食って1人増えたから、こんなもんか。強化がいるよね。自分を使うの大事だね。グエグエグエ、大きくなれよって。お、たまったか。まあ3人、まあ2人みたいなもんだね。7人いれば勝てるな。あ、そこまでの道中やば。いや、これ無視すればいけんじゃないか。捨てる強さあるよ俺。こうやってこう見計らってね。バレちゃうあいつどかないな。警報はないと思うんで、あいつを殺すか。いや、待て、ここは突っ込むべきだ。で、こう突っ込んだ場合、後方から来るから命令せずに行って乱戦に持ち込むみたいなね。あいつもいけるか。こいつら多分養分なんだよね。あ、でもない、でもない、全然そうでもない。めっちゃいる、めっちゃいる。養分じゃなかった。あ、食えない食えない。終わったね。一手しかない。行くか、最後の戦いだ。